はい、皆さんこんにちは。セグメントゲームズの管理人、パーティーゲームでございます。はい、プレイステーション4から、お送りするゲームプレイ録画配信で、新しいタイトルを、またフレンドのナッツ13さんと一緒にお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そして今回お送りするタイトルですが、英語ばっかり、タイトルはですね、インバーサスと読みます。はい、白黒で表現された世界なんですけどもね、ハウトゥープレイを先に見といた方がいいのかな。あ、そうか、バツボタン決定なんですね、うん、そういえば。はい、マルちゃん何も起こらない、チュートリアル、ベーシックとアドバンスとどう違うんだ。ちょっとベーシックか。ちょっとまずチュートリアルやった方がいいでしょうから、お互い、うん、まあ私はちょっとプレイしながらプレイ動画をお送りしていこうと思います。あ、すごい、うん、簡単な、うん、説明ですね、本当に。すごい簡単な説明ですね。左スティックで操作して、あ、ボタンの方向に応じてか、打つんですね、こうやって。はい。で、長押しでチャージアタック、あ、3本出た。これあれか、真ん中に出てる点がそうなのか。はい、で、アイテム、あ、これアイテムなんだ。取って、おお、はいはい、あ、でも一発限りか、回転を使っちゃう。で、バーサスでは相手を倒して勝利しようと。はい、アーケードでは敵を倒してポイントを稼ぎながら生き残ろうと。敵を倒すとアイテムを落とすみたいですね。あ、終わりか。黄色、アドバンステッドの方もやっとこうか。これはワンランク上のテクニックみたいですね、より高いスコアを得るには密集した敵に攻撃を当てて連鎖爆発を起こしましょう。おお、なるほどね、はい、アイテムの出る数もそれで増えるみたいですね。おお、ほんとだ。チャージアタックを使って壁に隠れつつ攻撃しよう。あ、そうかそうか、3発撃てるからね。確かに、壁に隠れながら狙うことができるのか。攻撃を受ける直前に弾を打ってバリ、要するにまあ防御するってことですね。ん、違うな違うな、攻撃を受ける直前にか。すると自分へのダメージがなくなって相手に反撃できるみたいですね。バリーマンじゃん。で、アイテムが、あ、アイテムが実はガードしてくれるみたいですね、落ちてるアイテムが。はあ、ははあ、連射して敵の攻撃を防ごう。まあまあ、弾数でゴリ押しすることもできますよってことですね。なるほどね。まあ、今をざっとやって、多分、ご覧の皆さんも一応ルールは分かっていただいたと思いますけども、黒い、キャラクターは広い盤面マスの上しか移動できません。で、まあ、もしダツサーキンさんがね、今から対戦するとなると、ダツサーキンさんが多分白になったりすると、白の場合は、黒のマスの上しか移動できませんということみたいですね。はい、それでまあ対戦だったり、1人あるいは2人で協力してのアーケードモードをプレイしていくこともできるそうなので、まあ、今回ちょっとまずはアーケードモードをやってみようではないかと思っております。オンラインプレイ with friends とありますので、これでいいんだろうな、多分。で、アーケードでプレイヤーを検索してますと出てるので、多分ラッド13さんも同じように選んでいただくと、もしかしたら入るかもしれませんと思ったけど、普通に招待する方法でした。うん、招待できますね、普通に。これで今フレンドの招待メールをお送りしました。はい。これで多分合流をして、来るかな？ちょっと待って、ちょっと待って。検索中ですね。これぐらいサクサクと進む表現もいいですね。はい。これで、まあ、今回は協力プレイですから、2人とも黒のキャラクターというか、
キャラクター黒の、ブロックを操作しますということでね、はい、ちょっと進めていきたいと思います。よし、スタート。どんな感じなのか。あ、マップがいくつかある。全部で7マップあるみたいですね。これ1マップがどれぐらいかかるのかな。で、あの最初は1つ目しか解禁されてませんので、やっぱり順番にクリアしていかなきゃいけないで、星3つで評価するみたいな仕組みになってるみたいなんでね、はい、じゃあちょっと最初のマップでスタートします。さて、これも始まってますね。はいはい、こんな感じで、あ、もうどん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 出てくる敵を倒していくのかな。これはこれを普通に倒していきたいってことなんですね。で、これはどうなったら終わりなのか。やっぱりゼロになったらなのかな。はいはいはい、なるほどなるほど。早速トロフィーが。トロフィーが早速チャッチン。その前にシルバーですね。あ、だってまあ最初のあの敵で多分誰でもできるからってことじゃないですかね。あ、でもあれ、そうか、そだからシルバーすごいのか。あれ？ブロンズとかじゃないですね、それの。確かに。あ、最初のご褒美ですきっと。こういう時は壁攻撃を使ってもっと一気に倒すのもありますね。だから、はい。今んとこは。近づいてくるだけのブロックしか出てこないので、そうでもない。あ、待ってよ、なんだこれ。あ、多分弾移動できる敵ってことですね。あとこれ多分弾撃ってきますね、一発だけ撃ってくるんですか。あの、うん、なんかこう黒い点々が中でこうチャージされてる感じだったので、あのタイプは撃ってくる。気をつけなきゃ。いけません、死んだあれ、あー、そっか、意外とだから近づけさせたらあかんのか。クロック塗りつぶされていくから、塗りつぶされて押しつぶされちゃうとダメってことですね。そうですね、それイコールもう攻撃されてるってことなので。さあ、残りキスなくなりました、なくなりましたよもうあれ大きいな。でもそっか、見たらこのシンプルな表現の中で結構うまいとこね、気持ちよく、ちょっと画面が揺れたりして、あの人によっては気持ち悪いかもしれませんけどグラ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 ってね結構振動というか揺れんのすごいですね。そうですね、一人でプレイするときはね、そうでもないけど、要するに私がプレイしててラッツァキングさんがね倒したやつも揺れますから予期しない揺れが何度かあったりするわけですよねそういう時にちょっと人によってはおえーってなるかもしれませんけども、動きが早い。お、あ、でも復活しましたね。あ、いいか、いいか。あ、そうか、そうか。いいんですね。待って。あ、わかった、わかった。これあれだ。赤い玉がある間は。ところがあれなんですね。あ、そうですね。あ、もしかして復活しない感じですか。復活しないし、3回死んだら終わりみたいですね。あー、なるほど。やばいな。おー、ちょっと死ぬ。これ今ラプサキンさん逃げてます？逃げてます。あ、普通にローカルでプレイしてるような感じでご覧いただけてるそうですね。クリアっていうクリアがそもそもあるんですね。多分ないと思いますよ。だからアーケード、アーケードモードっていう呼び方をしてるっていうのは多分そういう意味で。はい、ゲームオーバーです。あー、わあ、でそれでポイント。5,020,030万でどういうことですか全然桁が違うすごいなぁ。じゃあセレクトマップしますね。これでもね、星2つ取ったら次のステージが解禁されるようだったので、はい、うん、そこは優しくしてくれてますちゃんと、はい、じゃあちょっともう何個かやってみようかな。このパートだからちょっとバーと進めていってもいいかなと思ってますのでね、このアーケードモード、うん、はい、じゃあ次のセレクトはキャッスル。マップが今度はなんか細長いですね。キャッスルとなってました。貫通する、あ、左右がつながってますね。昔のゲームではよくあったタイプですけども、左右つながってると思って真っ先にパックも思い出してますこれちなみに自分の弾が当たったり、あ、それはさすがないか、うん、ないみたいですね。はいはいはい、なるほどね。でも壁がちょっとさっきと比べて多いので一気に追い詰められてもう結構気がつくと追い詰められて、あっ、これはやばいな。
どういったもんかな。もう二手に分かれた方がいいんでしょうね、多分片割らんと。あ、そっか、復活するポイントもちゃんと見とかんとえらいことになるんか。そうですね、復活した瞬間に、あ、もしかしたら死んだかな。早い。これさ、あの復活するポイントが多分真ん中なんでしょうけど、なかなかはっきりと、ああ、はっきりと分かりづらいから、復活したと思ったら死んでることがちょっとたまにありますね。うん、あ、で下なんかあれですね、アーケードレベルっていうのがあるみたいですね。今レベルが上がって、本当ですね、どうにかなったのかな、分かんないんですけども。それが増えると何がなるんだか。とりあえずあの星1つだと次が解禁されるのでリトライって。星2つ取らないと。最低星2つ取らないと次が解禁されないので。意外とそう考えると厳しい。人が多いから来るんだもんなって。だからしっかりとチャージ攻撃を使って、もしくは連発。まあ危ない時は連発ですよね、もう。意外と回復が遅いんですよね、これだって。ああ、遅い、確かに。だから遅いんですよ、チャリショットあんまやみくもに取らんとあれですね。使って使って 取ったらそのまますぐチャリショット打てますから。そうなんですよ、ね、なんかこうリロード的な意味でアイテムが重要ですね。うん、でさっきも説明ありましたけど、あ、いた。弾でね、その防御できるっていうのもありますから、割と本当に取るよりかは残す方がいいケースもあるかと思いますので。まあでも今回の場合はあれか、近づいてくるからあんま関係ないか。あー、むずい。なんだろう、なんかわかんのかな。ちょっともう一回、コツがむずい、どう使う。まあやっぱり無駄玉は打つなってことなんだろうな、きっと。で、あの、そうそう、なんか今ちょっとサーキンさんのあれが結構良かったかなと思ったんですけど、端っこの一歩手前でチャージ攻撃すればね、 3連弾でこうバーッとこう敵の陣地を一掃できるので、チェインを狙うのがいいんですかね。と思いますね、なんか。で、このステージは左右に長いステージなので、できるだけこう敵の縦上下についたら多分すぐ追いつかれちゃうので、左右に来るような感じで位置づけてたら、まあそれこそチェインが狙いやすいのかなという感じがする。早い。されるんだからってしないな。あ、白。白いのが来た。危ない。あーで。やられた。で、これ多分俺今一回死んだだけでゲームオーバーということは共有ですね。ライフ。これで7000か。あー、足りないな。もうちょっとなんですよ。これやばいな、結構。これなかなかに手強いな。いや、でもちょっと これぐらい突破したいな。でも、もうちょっと頑張ってみましょう。いかにもアーケードやってるって感じですね、なんかこの繰り返しプレイは。繰り返してプレイして、ね、少しずつスコアが伸びてはいますからね。でも確実に次1万いけば、あ、これで30万とかいけんのかなって。相当な、多分2、30分ぐらい。ひたすらひたすらみたいな。まあでもなんかコツが、あ、しまった、やられた。
なんかこっちが掴みではいけるんだろうけどな。ああそっか、あとあれか、壁にぴったりくっつかん方がいいんだろうな。壁にぴったりくっついたらチャージ攻撃が無駄になっちゃうので、あ、チャージ攻撃があの一つ無駄になるじゃないですか。あの、一個開けたあたりが余裕を持って気取りを決めた方が無視的の進行に対応しやすいとも言えるのかな。まあというよりはまあチャージ攻撃がね最大限生かされるということでね。いやそれが分かっててもな、ただチャージしてるとちょっと移動遅くなるのがちょっとあれですね。ああそうですね、移動遅くなりますね。やっぱりここら辺はなんかよくある感じのタイプですけども、あやっちゃった。てかこれ敵もチャージ攻撃使ってるんでね、うん、それを要は無効化して跳ね返してやるのが、痛いです難しいなあ。上にあれですね、ニューカラーアンロックって出ましたね。ちょっと気分転換で一回戻ってみましょうか。じゃあメニューに戻りますね一回で、あカスタマイズ、上から3番目のカスタマイズというのがありますね。これで、カラー絵文字カスタマイズカラーはまあ多分いろんなカラーがあるってことなんですね。はあはあはあ、緑にしたり、緑は目にちょっと刺激だな。ちょっとこれは青とかはでもありかな。んこれオンオフって感じですね、このカラーセレクトは。ランダムなのかな、ランダムで3つやると全部。なるほどね。わっ、これも目にちょっと優しくない。ちょっと青にしてみようかな俺は。絵文字、絵文字なんだろう。あ絵文字だ。これまあ L1、R1 とか書いてあるから、多分そのいわゆる定型文的な、みたいなことができるってことなんでしょうね。はあはあはあ、なるほどね。またこれ多分相当いろいろあるっぽい、ね、絵文字の種類。まあまあ OK です。要するに難易度には影響しないみたいなので残念ながら。あしかもこれあれだな、また合流しなきゃいけないのか。これやっぱり招待しないと合流できないですかね。どうかな、プレイヤーを検索してます。フレーム同士だったらなんかいけそうな気もするんですけど、ちょっとこのまま待っといてみましょうか、できるかどうか。しかしこの子難しいのだな。やっぱり招待した方がいいのかな。やっぱ招待じゃないとダメなんですかね、オンラインプレイヤー。これだもんな。検索をしてる、まあまあダメなのかな、まあまあ、 あの招待できる手段がある以上は多分それを使ってくださいということだと思いますので。よし、しかしどうしたもんかな。ステージ2でこれですからねあのね、結構やっぱりあの規定が難しいっていうのもあるとは思います、多分。でね、あのなんならあのステージ1で星3つを目指す方向でもいいですけどあそれでもいいですか多分そっちの方がしんどいと思いますけどそっか、そっちに行くと場合によってはチャージ攻撃に、あ、しまった、やられたし早速2人ともやられた場合によってはあれか、あんまりチャージ攻撃に頼らん方がいいのかな。チャージする時間がやっぱり隙ができるから、結構長いんですよね。やっぱりこう、密集してる時を正確に狙う方がで、出る場所は出てくるじゃないですか、その事前に予告みたいなのが。それを見て
ケインが狙えそうであればキャッキャと狙っていくという方がいいのかなと今ちょっと思いました。うん口には分かっててもなダメなんですよな。なんだろうな、上から来る敵がね結構厄介、すぐ上からとかすぐ下とか、思いっきりあえて溜めてしまうっていうのもありなのかな。 DB までぐるぐる DB ドカーンって、そういう時に限ってうまいこと誘爆しなかったりするんですよねあれーみたいな感じで、動きが早い。でそれこそ単発で狙っていくんであれば隅っこに乗って確実に狙う方がいいかもしれないっていうのはあるかもしれない。さっきため打ちの時はね、あの離れた方がいいと言いましたけども、あーそっちの方を見てなかった。おでも悪くない。あそっか、この間に埋めてしまえばいいな。あ危ない、危、あ今バディがうまくいったな。あよいでっでっでっ、甘いこと言ってる気がするんだけどな。あ、あ死んだっしゃ。あ、でも一枚いった。よかった。ニューマップアンロックしました。よっしゃ。もう一つぐらいできそうやな。うん。まだあと10分ぐらいあるんでね。はい。次はこれはホールかな。うん。広いということは有利かと思いきや、そうでもないんだろうな。あ、もう最初からこいつらなんだもん。じゃあもうこっから本番ぐらいの勢いかな。あでも青いの出るな。あよーそんそっか、チャージ攻撃か、ひどいやつ。そうですね、あの白も巻き込めたらな。あぶねチャージ、あーもうチャージ攻撃が、すいません残機使っちゃった全部。あやってたチャージ攻撃、うわでジョージキャージ攻撃だもんな。玉のあの回転を見て、ま右狙ったら左から来るんだもんな。これもやっぱり1決まんか。もうちょっとやってみましょうかね。まあ条件は同じですからね、移動手段としては。向こうはすごい卑怯なことをしてるわけではないので。危ない危ない危ない、あ難しい。この陣地を無理するすガンガン飛んできたと思ったらもうアウトですねアウトなんです。結構広いんで自分の周りばっか見てると気がつかないうちに飛んできますね攻撃が。でそうやってやってるうちにどんどん追い詰められていくじゃないですか、端へ端へだからそうなったら本当に端っこからうまいことチャージショットで挽回するしかないんだけど、2連発できたし。難しいな、これ難しいな本当に。どうしようかな、もう一回もう一回だけいきましょう。はい、もう一回
うん、そうだからあのチャージが怖いからといって素早く倒そうと思ったら相手も打ってガードを狙ってくるんですよね、ちゃんと。それとなくは賢いですよ、やっぱり。白を早めに倒す、白を早めに倒す。あーでも青が来た、青が来た、青が来た、青が来た。ああ、このこのここに溜まった白どうしようかな。早くやっちゃった。結構大きく動くような感じがいいのかな、こうやってこう動くんじゃなくて、もう撃ったら逃げるぐらいの、まあ FPS でもよく基本とされる。撃ったら逃げるみたいな。ありかもしれないですね、それ。おお、危ない。これパリ使わないときつそうだな。お、そちらが復活しましたね。はい。でも今6000ぐらいなので、もしかしたら。ああ、そんなこと言ったら。そんなこと言ってたら。失礼しました。まあまあ、でもちょっとこれぐらいにしときましょうかね。はい。そうか。いや、でも。難しそうだな。これは戻れるかな。はい。うん。まあ今ね、今回はあのアーケードモードをお送りしまして、こんな感じでね、2人で協力してプレイ。まあ1人でもできます。1人であれはでも厳しそうですけど、でも敵の数が少ないとかですかね。1人の時は。かもしれませんけども、全6ステージ。あ、7ステージか。うん。7ステージ最初、これ一応言語設定で日本語であるんですね、はい、あります。ただ、日本語でもこの表記変わんないです、ね、日本語じゃないよな、これ英語だよな。日本人ならまあ英語でいいかみたいな感じなのかな。読めるでしょぐらいの勢いに。まあ読めるけどさ。はい。まあなので、まあ、言語はまあ英語しかなさそうなんですけども、はい、まあわかると思うんでね。はい、はい、ということで、ひとまず今回はアーケードモードでしたけども、もう一個ね、バーサスモードがありますので、これちょっと次のパートで、ちょっとお送りしていこうと思います。はい、じゃあここでね、一回パート聞きたいと思います。インバーサスのプレイ動画、次のパートに進みます。